天気も悪く最悪だな。はい、ということで、なんだなんだ、なんか引いた今。この島なんですけども、はい、ちょっと上陸してみましょう。さあね、島を訪れし者よ、そなたに試練を与えよう。今そなたは多くの道具に頼り、それを自分の力と過信している。今一度武器防御を捨て、一から積み重ねるこの試練に臨むのだって言って、リンクすっぽんぽんにされるんですよ。とんでもねえエッチな神様ですよね。はい、ということで、とんでもねえ女神、とんでもねえエッチな女神ハイリアがこの島には住んでるみたいなんですけども、まあ大体ここら辺のはなんかこのビタロックとか使えるんですけども、まあ装備が全部なくなっちゃうんで、自給自足で生活しろみたいな形になるんですけど、わあ痛い。まあちなみにこんな感じですね。こんなボコ槍とか取ったり、焼きヤシの実とか取ったりして、新たに武器を生成していくわけなんですよ。はい、ということでセーブデータを戻しました。まだ装備を取られてしまう、装備を取られてしまう状態の前の状況ですね。再び上陸しますね。外す、あ、装備捨てられないの。でもさ、なんかここら辺の弓とかなら捨てれるわけじゃん。こうね、捨ててさ、捨ててすっぽんぽんにされたら、この捨てたやつって反映されんのかなって。だってね、こんなんいっぱい落ちてた日には最強じゃないですか。だってね、ここにちょっと私の装備セットを置いた状態ですっぽんぽんにされてみようかなと思います。ね、一応盾とかもここに外しといた状態で上陸するとどうなるかですね。島を訪れしもったよ、そなたに試練を与えよう。今一度武器防御を捨て、一から積み重ねるこの試練に臨むのだ。反映され、反映されちゃってるよ。大丈夫大丈夫、ちょっと待って、武器いっぱいあるよ。え、武器いっぱいあるんだけど、いいの？武器に頼っちゃうよ俺。お前ら、多分だってあいつらとかね、俺が何も武器持ってねえ前提で来ると思ってっけどね、もうこんなん一撃ですよ。あいた。でもひどいな、最初から攻撃力めっちゃ高いやつ入ってきたみたいになってるけど、あ、これはいいんだ、こういう戦法はありだそうです。あ、もういきなり切りかかりますよ俺こいつに。うえちょっと防御力は弱いっすねやっぱり。ちょっとね、このうちわ使ってワープはできないんですよ。ワープは今はワープはできませんってなるんですけど、自力で帰るのは OK かな。帰ります、装備なんていりません、帰ります、命の方が大事です。帰れんのかな、ルビーあるからね。ルビーはね、なんか奪われないみたい。あ、続ける、ああ、そんなんか言われる変態の神様も、ちょっと戻ってきてって、あ、イカだ募集された。